どうもグリズンです。それでは今回もメタルギアの方やっていきましょう。メインミッションの方これですね。はい、いきましょう。いつも通りで、行きたいと思います。時間これでいきましょう。何時なのかわからないですけど、ちょいっとだけ久々の収録ですね。最近ね、最近、新しいソフトをね買ったんですけど、まあそれは全然ね収録するつもりないゲームなんですけど、あ、ちょっと後にしましょうか。ムービー始まったんで。あ、なんかかっこいいっすね、この音楽。デメリッヒが言っていた研究施設はソ連基地からさらに北だ。スカルフェイスはそこに格納されているサヘラントロクスをアフガンへ投入する。核を使う可能性もある。もしスカルフェイスには聞きたいことが山ほどある。奴と接触したらまず情報を聞き出せ。民族浄化中サヘラントロクス、奴の計画を暴け。なんであの子供も連れてきてるのか、そこら辺ちょっとねわからないですよね。確かに重要人物なんですけど、このゲーム、スカルフェイスの計画は最終フェーズに入ろうとしている。その前に奴を計画ごと消し去れ。消し去れ。できればどんな人でもね回収してお持ち帰りしたいんですがね。時間がねちょっと明るい時間帯なんでどうなんでしょうかね。まあ絶対ね、夜の方がいいんですけど、まあ何でもね経験かなっていう。この一帯のソ連兵は全滅した。 XOF がロシア語株を撒いたらしい。奴らは事前に化学兵器漏出の情報を流し現地を隔絶させていた。車があります。感染が拡大することはないだろう。それにしても今まで強制していたソ連軍を始末にかかるとは。ほほ、一番奥ですね。これで終わりにするつもりだ。ここら辺はね確か敵がいなかったんですよ。なんで多分車で行っても問題ないんじゃないかなと思います。被害がヘリのカーゴに紛れ込んでいた。あ、それ。暴走を図ったつもりかわからんが対処は後で考える。スネーク聞こえる。 OKB-0 もサヘラントロプスも一番詳しいのは僕だ。考えを改めたよ。君の役に立ちたいんだ。あいつのためじゃなく僕に罪を償わせてくれ。証明するよ、僕も君の仲間だってことを。スナイパーがいますね。俺はマザーベースからのバックアップリテス。 SOF はここを占拠している。スカルフェイスは近いぞ。はい、一度だけねここはチャレンジしたことあるんですけど、もうあんまり覚えてないですね。あいつスーツ着てないか、メットだけかな。あ、いや違うな、これ多分体打っても無理かな。麻酔銃ちょっと試しに打ちますね、足を。さあどうなるか。ウォーカーもいますね。あ、オッケー、眠ったね。眠って落ちてあいつに気づかれて多分起こされますね、スナイパー。残念。明るい時間帯に。ああ、これで警戒されますね。侵入者との遭遇に備えよ。アウト。
Analysis complete. Analysis complete. みんな、あ、大丈夫か。なんかヘリの音が急に大きくなったから、あ、砂嵐来るんじゃない。あ、来ないか。夕日、夕方なのか今。ちょっとね、暗くなったように感じたんで。あ、もう5時半なんですね。おーっと、敵のスナイパーだ。厄介ですね。もう真っ正から行ってるんでね。あ、来てるね、ウォーカー。いや、みんなスーツ着ちゃってるね。ちょ、ケツに一発撃っちゃいましょうか。で、お前も。どんどん眠らせないと。これ当たってないな。当たったか、これ。どうだろう。あ、起こされちゃうな。多分これで眠るはずですね。あとこいつだ。ヘッドショット狙ってもね、メットしてるからダメなんですよね。よし、これでとりあえず、ここら辺の敵は見つけましたね。回収しましょう。いますね。ヘリ厄介だな。撃ち落としたいけど、撃ち落としちゃうと騒ぎになってしまうんで、とりあえず周辺の敵を片付けてからちょっと考えましょうか。道のりはね、それなりにあるんで、あんまり早くヘリ落としちゃうと多分ね、奥にいる敵とかもみんな出てきちゃうんで。確か戦車がね、ここにあったんですよね。戦車、僕今あのヘリを落とせるようなね、武器持ってないんで、そういう、ここにね、あるような、ここにあるようなっていうか、ここにある武器を利用して落とすようなね、感じにした方がいいかもしれない。コンテナもありますね。ウォーカーもいて。結構いますね。スナイパーもいますね。あそこか。こいつスナイパーか。今、スナイパーライフルのサプレッサー半分ぐらいですね。まあ、ここで切れるでしょうね。多分こいつらみんなに使ったら、とりあえずスナイパーを眠らせましょうか。そんでもって、いいぞ。ゲートはあと2つだ。あれ、寝ないか。まだ動きはない。このね、よくわかんないんだよね。これ狙う場所によって、まずい、スナイパーだからバレちゃうんだ。危ない危ない超危なかったね今。あ、このウォーカーもね、こいつが後ろ向いてくれないと。まあ、ウォーカーこっち来るんじゃない。やばい、サプレッサー切れた。もっと寄り早かった。あー、起こされたね、さっきのスナイパー。ちょっと
注文しようか。Supplies requested。Supply drop complete。多分これで寝るかな。ちょっとね、あのスナイパーライフルで使ってる麻酔薬の方が強力なものなんで、までの時間っていうのが短いんですけど、ハンドガンだとね、結構ヘリ来ちゃうかな、こっちに。ああ、2人ぐらい来てるね。ちょっと待って。当たったか今。いや、当たってないな。これで多分眠るかな。よし。警戒されてるんで、なんか動きがやっぱね、こう変わるんですよね、敵の。あ、ネットにネットに当たった。あれ、あー、どんどん起こされてるな。クソ、ダメだ。なんかベストみたいなやに当たるとダメなのかな。よし、寝た寝た。やっぱベストに当たると、ダメなのかもしれない。なるべく腕とか足にね、狙いを定めて撃った方が、多分これであいつも寝るはずです。よし、寝た。これ急いだ方がいいね。先にね、起こしたやつらがどんどんやっぱ時間で起きちゃうって。あ、来たな、向こうから。もうまたサプレッサー切れたよ。早いね、サプレッサー切れるの。ここにいるやつが結構大量だから、先にヘリ来ちゃうと。あ、違う違う違う。あ、まずい。あ、よし。おい、誰か。オッケー。戦車ありますね。これ利用しましょう。とりあえずここら辺にいるやつらをね、片付けたら。ヘリを落としたいと思います。これスナイパーライフルじゃなくてスナイパー。ダメだ、見えない。了解、回収する。あれ、消えたな、表示が。あ、押してた。やばい、スナイパーだ、まずい、これバレるな。早く早くリロード。よしよしよし、あぶねえ。あれ、なんだ、やばい、バレた。あー、なんだ、だって撃ってないのに。スナイパー、ヘリも来ますね、これで。とりあえず眠ってるやつらは、回収しましょう。で、ヘリ来るので、撃ち落としたいと思います。
もうバレたからにはね、もう遠慮いらないです。